5月30日木曜日のニュースな時間。これまでに入っているニュースをラインナップでお伝えします。ヘッドライン愛媛、愛媛県内関係のニュースです。避難所の運営を頭上で模擬体験する防災ゲームも行われました。先月県内で発生した最大震度6弱の地震などを受け、八幡浜市で避難所の運営について学ぶ研修会が開かれました。松山市出身のパラアスリート石山大輝選手24歳が陸上男子走り幅跳び視覚障害のクラスでパリパラリンピック日本代表に内定したことを祝う横断幕が松山市総合コミュニティセンターに掲げられました。今月6日、松山市銀天街の貴金属買取店で店員を果物ナイフで脅し、現金およそ46万円を奪ったなどとして、松山地検は今日、57歳の無職の男を強盗などの罪で起訴しました。今日5月30日は語呂合わせでゴミゼロの日です。松山市の梅津寺海岸では清掃活動が行われました。梅雨や台風のシーズンを前に、松山市では水害や水難事故に備えた警察と海上保安部の合同訓練が行われました。ヘッドライン愛媛でした。